さあ、こんばんは、ティンダーメアクボ、キニタケです。家庭で小麦粉をうまく使うための方法は、まず生地そのものを茹でる。まあ、水筒でもよし、麺でもよし、焼くはパン、ケーキ、ホットケーキなど、いろいろです。他の食材で包むんだったら、餃子、シューマイ、まんじゅう。バッターだったら、まあ、クレープ、お好み焼き。他のものだったら、たこ焼き、テンポーラー。他の材料と混ぜる、大阪風のお好み焼き、なんでもいいです。はい。あとは、つなぎ焼きとしては、ソース、スープ、フラワーペースト。揚げたりするのはフライ。グーテンフリーだと、生麹。ムニエル、手ごながこうなそうもの、粉を加工するのはルーです。やはりね、とどみをつけるのもいいですね。うどんも確かに手打ちがおすすめだけどね。はい。ポイントは難しいです。まず、蒸しつかないようにする。体に気をつけましょう。小麦粉はね、振るってから使うのが一番です。はい。まあ、微生物いろいろ入ってくるので怖いです。農薬も十分注意です。はい。まあ、小麦粉にはいろいろ流通されてますよね。日本と世界でいろいろと。ここは割愛させていただきます。これ小麦粉の栽培も確かにいろいろ行って大変手間がかかります。はい、日本と韓国語では全然違いますからね。はい、というわけで以上です。バイバイ。